この辺でいいですよ。私の家はこの橋の向こう。今日は助けてくれてありがとう。あ、ほっぺ、怪我してる。本当だ、草むらに入った時切ったかな。消毒した方がいいですね。気に入りました、ミクリア仁君。またお会いしましょう。あれ、あの子、なんで俺の名前。ザンゲちゃんです、おはようございます。ナギ、この子だ、この子、昨日会った。こぼしたこぼした、見えないって。ナギ、まったく、ちょっと、こやつに会ったと申したか。お、うん。こやつはわらわの妹じゃ。い、妹？ザンゲちゃんをよろしくね。先を越された。まさかそっちがそういう風に動いてくるとは思わなんだぞ。つまりミクリア仁は私たちのものっていうことで。何か企んでおる。現に恐ろしきことよ。違うよ、あの子はそんなこと考えてないよ。はあ？自分探しをしてるんだよ、彼女は。みんなの役に立ちたいだけなんだ。アホ好きじゃ、ドアホじゃ。涙と笑いが同時に出てきたわ。なんだよ、彼女と直接話したんだぞ。どうせイロカでたぶらかされたんじゃろ。一体何を吹き込まれた。そんな、イロカだなんて。なんとピンク色の回想シーンじゃ。エロ恐ろしい。心を読んな、別に俺からやましいことはしてないぞ。